アラジンと人魚姫による授業が順調に進む中、理科を教える教室から爆発音が鳴り響いた。先生、死ぬ！これマジで死ぬ！大丈夫、ちょっと薬品の調合を間違えただけです。失敗は成功の母ですよ。催涙ガスが発生して苦しむ教室の中で、一人だけガスマスクをつけたドロシーはすでに次の実験を始めている。体験に勝るものはなし。さあ、どんどん実験してガンガン失敗して経験を積みましょう。逃げ出そうとした生徒たちはいつの間にか電子ロックされていた扉の前で呆然とするしかなかった。ちゃんと先生の授業を受けたら解放してあげますよ。ダメだこれ、本気でやらないとやられる。みんな、死にたくなければ勉強するんだ。物分かりのいい生徒たちで先生は嬉しいです。ではこの問題を5分で解いてください。なんだこれ、熱化学方程式。ああ、ちゃんと受験範囲は抑えてるんだ。悲しみの涙を。時折危険なことをするが、興味を持って質問する生徒には全力で答えてくれるドロシーに、生徒たちも次第に心を開いていく。やがてドロシーの講座は刺激を求める者の間で評判となった。先生、無線を作りました。いいですね。ただこれだとお国もびっくりの違法無線ですから、慎重にね。先生、家に核融合炉を作りました。ナイストライ。でもご近所迷惑を考えて先生が引き取りますね。積極的な生徒たちの中から将来自分に危険するような存在が出てくるかもしれないと思うと、ドロシーの指導にも一層熱がこもるのだった。